随いして、中国国民党、国民政府で養殖についた。字はふと。号は、鶴村。住舎の家に生まれる。家が貧しかったため、父の王光博は、学問を捨てて、商売をなし、それにより、応用品の学費を賄った。1904年、応用品は日本への留学生に選抜され、法政大学で学んだ。翌年に、 中国同盟会に加入し、同盟会賛成支部長として、賛成省からの革命派留学生の指導者となる。帰国後は、大元で革命派の信用広報を創刊して、総編集の地位につき、革命思想の宣伝に努めた。何度も、関係の取り締まりに遭い、日本への亡命も余儀なくされたこともあったが、王は革命活動を堅持している。また、 革命派の有力者、クレロクサダンを擁立して、三世での放棄も図ったが、後が暗殺され、叶わなかった。1911年10月に、三世省でも武将危機に抗往して、革命派が放棄し、縁尺山が唄徳となった。王用品も縁の将兵に応じて、三世省に戻る。王は、加藤平和節土使に衰退されて、新軍と戦った。 中華民国成立後、王は臨時将棋会議長となり、1913年には参議院議員に当選した。同年、二次革命に参加して、遠征外と戦ったが、敗北に終わる。その後も、繁栄活動に従事し、五国戦争や五宝運動にも加わった。1920年、孫文の大元水府で参議に任命される。間もなく、 北方に戻り、1922年に国民党山西少支部、光備内所所長を務めるなど、国民党の勢力拡大工作に従事した。1924年1月、国民党の第一回党大会に賛成省代表として参加している。同年10月に、孫文の命により、直令派の固慶翼の軍に門氏として合流し、 河南省庁公所筆書長や、同省省庁長代理となった。応用品は、国民党、国民政府において、養殖を歴任している。1928年夏、国民革命軍南路軍総参議に就任し、同年10月には、北平政治分会筆書長を務めた。また、この年から2期連続で、立法院立法委員を務め、法制委員会や財政委員会で、 委員長に就いている。1934年からは国民政府司法行政部部長に就任して国内司法制度の整備強化に尽力した。1935年11月国民党第5期中央執行委員候補に選出され、1937年8月からは中央公務員長会委員会委員長に移っている。1941年冬 前線小子老団、第一団団長を務めた。死への造形も深く、死臭、範囲炎思想なども出版している。1944年4月7日、心臓病により死去。去年64。ありがとうございます。